おはようございます。今日の話は一勝九敗の成功法則というジョン・シー・マクスウェルさんの本の中から失敗しながら漁をこなすという話です。ある美術学校でのエピソードです。陶芸の授業の時、最初に教師はクラスを2つに分けました。そしてアトリエの左半分の生徒には作品の量によって、右半分の生徒には作品の質によって採点すると告げました。優秀な作品は全て両グループから生まれた。両グループの生徒はたくさんの作品を作っていく過程で、いくつも失敗し、そこから学ぶことでいい作品を次々と生み出すことができました。しかし質グループの生徒は完璧な作品について理屈をこねるだけで手を動かさなかったために、成果として残ったのは壮大な理論と作品になり損ねた粘土だけだった。あなたの目標がビジネス、スポーツ、芸術、人間関係などどんな分野であろうと同じこと、進歩する唯一の方法はトライアンドエラーを繰り返すことだと。そしてそこでの失敗の経験というのを財産に変えていくと。私は毎年多数のセミナーを行い、何千人もの人々にリーダーシップを教えている。残念ながら、せっかくイベントに参加しておきながら家に帰ると以前と変わり映えしない生活を続ける人もいる。イベントを楽しむだけで、そこで吸収したアイデアを何一つ実行しようとしないのだ。私は口を酸っぱくしてこう言い続けている。多くの人が何か人生を変えてくれる出来事を期待するが、イベントに参加しただけで人生が劇的に変わるほど世の中は甘くない。実際に行動してこそ夢は実現するのだ。確かに人間は生来、安きに流れやすいものだ。努力を続けることは決して簡単ではない。しかし行動を起こして失敗を繰り返し、より高いレベルを求めることこそ成功へのプロセスなんだ。夢を実現させるためには逆境を受け入れて、失敗を人生によくあることだと考えること。失敗をしないということは真の意味で進歩しないということだと。ハーバード大学ビジネススクールの教授はですね、ジョン・コッター教授は、20年前なら経営幹部候補生を選ぶとき、この男性は32歳で大きな失敗をしているというと、全員が本当だ、それでは不適切だと言ったものだ。だが今ならば心配なのは、彼が今まで失敗らしい失敗をしてこなかったことだというセリフが飛び出すだろうと言っている。困難に直面し、それを乗り越えることで次の困難に対する心構えができるんだと。多くの親は子供に失敗させまいとする。冒険やチャレンジという経験はたくさんさせたいが、失敗はさせたくないと思っている。しかしながら、冒険やチャレンジは失敗とセットになっている。失敗をさせたくない症候群を過保護という。これは親だけではなく会社でも同じことだと。失敗させることを恐れない人であるということが大事だと思います。じゃあ今日これがあります。